孫がゆかりの地を初めて訪問です。岩崎弥太郎のやしゃごが今日、三菱の鉄鋼マンが働いた長崎市の高島屋軍艦島に足を運びました。いや、なんかワクワクしますね。長崎市を訪れたのは三菱の創始者岩崎弥太郎のやしゃごにあたる木内高種さんです。今日は船で長崎市の高島に渡り、海岸に建てられている弥太郎の銅像などを見ました。木内さんが岩崎弥太郎ゆかりの地に足を運ぶのは今回が初めてです。迫力ありますね。圧倒されるし、あんまりきちっとこういう銅像とか見たことないというか、なんか動き出しそうな迫力がある。彼の作ったこのグループ会社が今もそれぞれの業界でみんなトップクラスで活躍してるっていうのは、どういう DNA だったんだろうなと思いながらずっと船に乗ってたんですけど、太郎岩崎家の家系図です。岩崎弥太郎から、まあ、孫の孫ということで木内高種と、はい、木内さんは岩崎弥太郎のやしゃごですが、実は福沢諭吉の遠い親戚にもあたります。福沢諭吉に英語を教えていたと言われ、ペリー来航の際に通訳を務めた森山栄之助の石碑を長崎南ロータリークラブが長崎市の松の森神社に作る予定で、木内さんはこのプロジェクトをサポートするために長崎市を訪れました。まさに軍艦そのものですね。また現在ではたくさんの緑に覆われております。誰が名前つけたんですかね。高島を見学した後は軍艦島に上陸です。木内さんは岩崎弥太郎が礎を築いた三菱の炭鉱マンがこの島で汗を流していた時代に思いを馳せていました。本当はタイムスリップしたような驚きといいますか、もう映画の舞台でもないし、これが本当にこれが存在したのかっていう、ちょっとショッキングですよね。ここに生活空間があって子供たちがいてプールがあってっていう説明聞くと、1万5000人ですか、もうすごい人たちが住んで生活があったんだなという。雨の中となりましたが、木内さんにとっては改めて岩崎弥太郎の偉大さを感じた旅となったようです。はい、端島は世界遺産登録を目指す明治日本の産業革命遺産の構成資産の一つにもなってますので、はい、このやしゃごの訪問がその後押しの一つになったらいいなというふうに思いますね。はい、そうですね。